はい、皆さんこんにちは、滝英です。今回は強敵、ついにやってきた最強爆風レイド、こちらを考えうる限り最も簡単に倒せる方法を紹介したいと思います。今回紹介する構成っていうのはもう驚くほどに簡単な構成になってます。この最強爆風レイドの対策として、まあ、ミライドンとかゴーストテラスタルコノヨザルとかが一般的には対策として候補に上がっているんですけど、ミライドンはバイオレットバージョンじゃないと入手しづらい、ゴーストテラスコノヨザルはテラピースを50個集めてゴーストタイプにしなければならないなど若干の手間がかかってしまうため本当にお手軽と言いづらいのがネックです。そこで今回は本当に何の準備も必要なくこのレイドをめちゃめちゃ簡単にクリアできる方法というのをご紹介します。これマジで本当に何の準備も必要なくて技マシンすら使えません。最低限の育成だけで全てが完結する上にこのポケモンは野生に存在しています。今回使うのはこの格闘テラスタイプのコノヨザルです。一般的なコノヨザルの方と違うのはテラスタイプを何一つ変えてないことです。これだから野生のままなんですね。つまるところ他のレイドで手に入れたなんかよくわかんないタイプのテラスのやつとかでも全然大丈夫です。ノーマルとか、まあ本当そんなんでも多分これはできると思います。今回は格闘でやらせてもらってます。選出理由としては攻撃力がまあとてつもなく高いこと、これは一般的な対策として挙げられているコノヨザルも同じ理由で選出されていると思うので信頼度は高いと思います。また爆風のタイプがゴーストタイプなのでここに弱点をつけるということも大事ですね。今回の技構成がこちらになります。フンドの拳、嫌な音、以上です。この2つだけで十分です。これどっちもレベルアップで覚える技なんでもう何一つとしてこの技をいじる必要がないです。技をそれぞれ解説していくと、フンドの拳はゴーストタイプという点で爆風に弱点がつける上に最初は威力が50なんですが、相手から攻撃を食らうたび威力が50ずつ上がって最大350というとんでもない威力になる技です。これはレイドバトルでこのコノヨザルが力尽きてしまってもレイド中は効果が持続するので、攻撃を受け続けていればそのまま威力が350になってそのまま350で殴り続けられるというとんでもない技です。次に嫌な音です。これはフンドの拳の威力が少ない時に嫌な音は補助として使うようとして一つ入れています。で今回の調整なんですけど、性格は攻撃上昇の特攻が下がる、と意地っ張りですね、簡単に言うとの HP 特防 HD 振りになってます。で残りは攻撃に振ってます。で HP と特防の HD 振りにした理由なんですけど、まず今回の爆風は特攻寄りの構成になってるっていうのがまず一つと、相当な威力がある噴火とコノヨザルに対して弱点のシャドーボールを使ってくるので、これをできるだけ軽減するためです。噴火に関しては2本バレをついた状態でやってくるので、まあ、相当な火力になるんですね。今回の構成何回死んでも大丈夫ではあるんですけど、安定はするんですけど、まあできるだけね死ぬ回数っていうのは少なくしたいということで、特防に振ってやられにくくした方がいいという考えになりました。ちなみに攻撃に振ってない理由なんですけど、まあ、先ほども言った通りフンドの拳って威力が350になるので、正直火力としては十分足りています。てか足りすぎているぐらいですね。もう正直これがあれば、まあ、攻撃は必要ないなと思ったので、火力を上げる要因としては嫌な音とテラスタル、もうこの2つだけになります。特性なんですけど、これ今精神力になってますけど特性何も必要ないです。もう何でもいいんで、もう捕まえたままこれで精神力は野生のままです。だからいじってません。この特性は今回は使いません。まあ、強いて言うのであれば魔剣気だったら強いかもしれないです。爆風の攻撃はシャドーボールとじゃれつくで能力が下がる可能性っていうのは、まあ、ちょっとだけあるんですけど、これが発動した時に魔剣気の効果で攻撃力が2段階上がるので、まあレイドが有利になる可能性っていうのはちょっとだけあります。だけど追加効果が発生する可能性っていうのがかなり低いので、まあ、特に必要はないと思います。捕まえた時に魔剣気だったらラッキーくらいで思っておいていいと思います。で、持ち物なんですけど貝殻の鈴を持たせています。理由としては、体力を回復するためですね。
先ほども言った通り結構苛烈な攻撃を爆風雲がしてくるので、この貝殻の鈴で体力を回復したことによって2発で死ぬパターンが3回攻撃できるっていうパターンが結構多かったように感じました。だから何て言うんですかね、延命をする目的として貝殻の鈴を入れています。食べ残しとかにしない理由はダメージと回復量が全く釣り合わないからですね。爆風雲の火力があまりに高すぎます。では最強レイドやっていきたいと思うんですけど、その前に一つ動画の最後にめちゃめちゃ簡単にこの夜猿を作る方法っていうのを紹介してます。もしこの夜猿を一匹も作ってないという方は動画の最後を見て簡単にこの夜猿を作っていただければと思います。ではね、テラレイドバトルやっていきたいと思います。で今回の最強爆風なんですけど、すごい早い段階で噴火をしていきます。この噴火で相当なダメージが毎回入ってしまうんですけど、今回は HD 振りにしてあるのでとりあえず2ターンは確定で耐えることができるっていう感じになっています。で1ターン目なんですけど、一番最初に嫌な音を1回だけ打ってください。でこれで爆風の防御力を下げます。爆風雲が2本バレをしたことによって炎タイプの威力が上がってしまうんですけど、まあ、大体の場合 NPC はがっちり防御を1ターン目に使ってくれるので、今回はまあ同じく噴火もギリギリ耐えることができます。で2ターン目なんですけど、ここはもう憤怒の拳を使ってください。まず爆風は結構早い段階でシールドを張ってしまうので、このシールドを突破するためにテラスタルのオーブを貯めなきゃいけないんですね。だからテラスオーブを貯めるために憤怒の拳を3回打って、まずはテラスをチャージするっていう段階に入ります。で、この時にこっちがやられてももう全く気にしないでください。もうずっとこっから先は憤怒の拳を連打するだけで大丈夫です。でこれでテラスタルオーブが3回目になってチャージされたので、この次のターンからテラスタルを打っていきたいんですけど、ここでちょっと調整することがあって、まず一回この今自分の冷静猿ですね、この冷静猿を殺します。この夜猿を殺してください。これなんでかっていうとなんですけど、 HP が中途半端な段階だとテラスタルを無駄に消費する可能性っていうのがあるんですね。テラスタルを撃ってすぐに急所とかで死んでしまう可能性があるんです。だからそれを防ぐためにまず1回テラスタルが溜まってかつ HP が満タンに近かったっていう状況の時だけテラスタルを撃ってください。今回は全然 HP が少ないのでまず1回殺してもらいます。でこの HP が満タンになった状態からテラスタルを撃っていきます。テラスタルして憤怒の拳を打ってください。でこれで大体の攻撃は一発で死なないので、このまま憤怒の拳を打っていきます。でここまでに相当憤怒の拳が相当な威力になっているはずで、まあ一発与えると、まあ、こんな感じで結構削れるんですね。でだいぶ削れているのでこちらの回復量もかなりいいと、これ連打するだけで、あともう一回打ったらシールドは破壊されますね。はい、シールドが破壊されました。でもここから先は相手がどんだけ頑張ろうともこっちの回復量が追いついてしまうので、憤怒の拳を連打するだけで終了です。いい火力ですね。
なんか耐えてるけど、これ大丈夫か、これなんかギリギリ耐えられたっぽい。え、でもこれ HP 終わってますね。これなんかこいつまだ耐えてる、ちょっと頑張ってますね。でまあ、HP はどうやら大丈夫だったらしいんで、これでね見事爆風に勝利ということになりました。というわけで最強爆風を楽々ゲットです。ぜひ皆さんも試してみてください。はい、ではねおさらいですね。まず1ターン目に嫌な音を打つ、2ターン目からフンドの拳を連打する、テラスが溜まってかつ HP が満タンな時にテラスタローを打ってフンドの拳を打つ、あとは連打の本当にこれだけです。でめちゃめちゃ簡単でしょ、これはマジで簡単だと思います。なんかすごい運負けをする可能性はあるので、まあ、それに関してはまあご了承ください。これに関しては本当ポケモンというゲームなので、まあ、運負けはしょうがないです。では最後にですね、このエザロをめちゃめちゃ簡単に作る方法っていうのを紹介したいと思います。まず、西一番エリアのこのくぼみみたいな位置にこのエザルの進化倍のオコリザルがいる場所があります。なのでセルクルタウンの左のポケモンセンターからこの場所に移動します。画面のようなね崖があるんでここを登っていってください。でね、ちょっと最初ちょっとわからなくなるんですけど、まあこっちで合ってるんで目的地の方向にね進んでいけばいいと思います。でそのまま川を越えて突き当たりのところにオコリザルとマンキーの発生場所があります。はい、オコリザルいましたね。じゃあこれを普通にゲットしていきます。はい、ゲットできました。ではこの次にねこのヨザルにしていきます。このヨザルの進化条件はとオコリザルがフンドの拳を20回打った状態でレベルアップするという条件です。ここで、ポケモンセンターでまずオコリザルを回復させた後、フンドの拳を効率的に打つためにヒメリの実を持たせてください。フンドの拳の PP が10なのでヒメリの実を持たせると PP が切れた瞬間に PP が10回復して20になります。つまり、20回分のフンドの拳を効率的に打つことができます。適当なノーマルタイプのポケモンを探してください。ノーマルタイプのポケモンにはフンドの拳、まあゴーストタイプだから効かないので、このフンドの拳をノーマルタイプに打ち続けることによって20回かなり早く消費することができます。映像だとグルトンにフンドの拳を打ってますけど、まあ、効果はないのでそのままレベル2のグルトンは死なずにずっと戦闘が続きます。この状態でフンドの拳を消費していきます。で PP が今0になったので PP がヒメリの実によって勝手に回復されました。でこのままもう10回やっていきます。で PP が全部消費しきったらそのまま逃げて経験飴でレベルアップさせてください。これだけでこのヨザルに進化します。でこれでめちゃめちゃ簡単にこのヨザルを入手することができました。あとは思い出しやらなんやらで嫌な音を覚えさせて終了です。本当にめちゃめちゃ簡単ですよね。野生で捕まえてるので特に何も準備が必要ないっていうのがこの方のいいところだと思います。はい、というわけでね最強レイドぜひ楽々と終わらせちゃってください。ではご視聴ありがとうございました。